今回は異能のカルテっていうゲームをやっていきたいんですが、まあ、どんなゲームかと言いますと、特殊能力を持った、少年少女をカウンセリングするっていうゲームなんですね。まあ、特殊能力、つまり異能ですね。まあ、激ヤバな特殊能力を持っちゃった少年少女をカウンセリングして、まあ、その子のね、能力がどんなものかっていうのを、まあ、怒らせないようにカウンセリングしていくっていうゲームらしいです。面白そうだよね。やっていきましょう。まあ、どんな特殊能力なのかな。毛量がとにかく多いね。この子の異能は毛量の多さなのかな。あら、新しい先生なのね。クリスマスツリーみたいにちょっと飾り付けされてるもんね。そしてクマのぬいぐるみを持ってて、女の子にはジュースを出して、自分は水を飲んでるっていう状況ですね。そしてカウンセリングは夕方の17時からちょっと遅い時間からスタートです。あら、新しい先生なのね。新しい先生、前の先生はどうなったのって思いますけどね。まあ、結構いろいろ考察できるところあるけど、このなんか窓に鉄格子されてる感じは結構危険かもね。これ監視カメラだよね。うん、結構なんか閉じ込められてるというか、閉じ込めなきゃいけない異能をお持ちなのかもしれん。はじめまして、クリックか。この時間って必要なのかしら。私、お花に水をあげなくちゃいけないの。早めに終わってもらえると嬉しいわ。ちょっとなんちゅうだろう、まあ言えば可愛げのない感じですよね。子供らしくないというか、持ってるものとかね、クレヨンとかジュース欲しいとか、クマはね、あの可愛げあるんだけど、結構大人びてますね、喋り方は。あなたは施設に招かれたカウンセラーです。対象との会話を通して個性や異能の詳細を把握し、カルテの情報を埋めることがあなたの仕事です。なるほど。正気を維持しつつ、信頼を積み重ねて、できるだけ多くの情報を聞き出しましょう。産地ってことか。っていうことはゲームオーバーもあるし、時間制限ももしかしたらあるかもしれんな。なんだこの脳みそのアイコンは。初めて見るな、このヒットポイントみたいなゲージ。セーブみたいなのはあんなのか。あ、エリカちゃんなのね。12歳、小6。2月15日。聞きたいのは性格、好きなもの、こだわりとトラウマ、能力の詳細と能力への対処、これを見つければいいのか。まあまずちょっとお話を聞かせてもらいましょうか。あなた、お花は好き？いや、これはもう好きって絶対言わなきゃいけないでしょ、これは。はい、私も好きよ。お、なんかハートがたまった。お部屋でたくさんのお花を育てているの。の割にはお花ないけどね。まあ木とかはありますけど、もしかしてお部屋じゃなくてあなたの髪の毛が花とか、そういうことありますか？戻ったらお花に水をあげなくちゃ。少し嬉しそうだ。まあまずはね、寄り添わなきゃいけないわけですよ。クマさんでも褒めようかな。ぬいぐるみについて聞いてみよう。手作りなの？お裁縫が趣味なの？おー、これは小6にしたら相当ね、うん、ぬいぐるみ作る技術が高いですね。今では私の大切なお友達よ。貸してほしいは良くないんじゃないか。距離を詰めすぎですね。器用だね。ただの趣味よ。と言いながらちょっと嬉しいんじゃないの。褒めりゃいいんですよ。とりあえず褒めりゃいいんだよ、こういうのは。少し嬉しそうだ。自信作なの？少し見せてあげてもいいわよ。お、エリカがぬいぐるみを貸してくれた。中身は何だろう。少し生々しく、生々しくかと思えばゴワゴワしている。中身がちょっと怖いのか、こう触り心地的に。これちょっと産地が下がったみたいなことかな。エリカにお礼を言ってぬいぐるみを返した。ありがとう。時間が経っていきますね。まあ、褒めりゃいいから、リボンじゃない？あなた新しく来た先生よね。もともといた先生はどこに行ったんだい？新しい環境ってどう？楽しいにしてみようかな。たくましいのね。私は人との関わりが苦手だから尊敬するわ。少し尊敬された。でも好感度は上がらずっていう感じですね。あ、ジュースちょっとやっちゃってよ。ジュースを飲もう。お前が飲むんかい。お前のじゃないだろ。少し心が落ち着いた。お前が飲むのか。それ私のなのだけれど。いや、そうだよそうだよ。悲しい顔をされてしまった。いや、そらそうだよ。この水そうじゃないんだよ。お飲みって俺は言いたかったんだよ。絵を描いたらどうですか？クレヨンを手に取った。え、俺が？君描いてみて。
あなたには仲の良いお友達はいる？クレヨンは虫か。あまり多くないって言った方がいいんじゃないですか？そう、私と同じね。あ、さっきのジュースの件は好感度下がったんだな。そう、私と同じね。エリカは寂しそうに微笑んだ。カルテに性格の情報を書き込んだ。おー、性格の情報が一つ埋まりました。内向的、人と関わるのが苦手。なるほどね。まあ、俺もね、友達多いのって聞いて、めっちゃ友達多いって言ったらちょっと身構えちゃうもんな。4色のクレヨン、あまり使い込まれた形跡は見られない。この子のなのかな。クレヨンをエリカに見せた。好きなものを書いていいの？できたわ。どうかしら。見せてもらってないけど上手って言っていいのかな。お、部屋に飾ることにしようかしら。エリカが微笑んでいる。喜んでいるようだ。好感度はこれかなり高いですよ。話しかけたら変わるか。そういえば前の先生はどうなったのかしら。俺も気になるんだけど、あなたが正気を失ってるうちにちょっと殺してしまったとか、そういうことはないですか。大丈夫ですか。どんな人だったの。私も特に親しかったわけじゃないのだけれど、そうね、堅苦しい人だったわ。仕事優先で私たち個人のことなんて見ていなかった気がする。あー、ちょっと俺はフランクにね、寄り添うタイプなんで、よろしくお願いします。施設の他の大人たちと同じね。でもあなたは違うわ、みたいなこと言っていただけてれば。あなたはどうなのかしら。探るように見つめられた。なるほどね。他話せす。あ、本棚には絵本や図鑑、教科書などが並んでいる。植物図鑑。おう、花好きなわけだから、いろいろな花や草木が詳しく紹介されている。おい、どうぞ。あら、花の図鑑もあるのね。好きな花を聞いてみた。私と同じ名前の花、エリカ。おー、エリカっていう花があんのか。まあ、ポケモンのね、草タイプのジムリーダーもエリカだから、そっから来てんのかな。この花は私の憧れなの。ピンク色で壺型の花が密集して咲くのが特徴の花のようだ。エリカはたくさんの花をつける植物なの。名前は同じでも一人ぼっちの私とは違うわね。あー、花のエリカはいっぱい群れてるけど、このエリカちゃんはぼっちってことですね。まあ、危険な能力があるからなのかもしれん。少し羨ましいわ。花それぞれの形状が美しい。たくさんの花が揃ってこそ美しい。いや、これは上を言っといた方がいいじゃないか。この花はネガティブな花言葉が目立つのだけれど、よく見ると一つ一つの花が個性的で素敵よね。同じ名前だからなんだか恥ずかしいわね。お、ありがとう。エリカが優しく微笑んだ。カルテに好きなものの情報を書き込んだ。あー、どんどん増えていきますね。好きなものもう2個言ったから。でもトラウマとかを聞いていくとまたちょっと怖いことになったりなんかするかもね。これは、これは触れないと。水はどうなんだろう。これも産地を下げるためのものなのかな。まだ触らないでおこうかな。監視カメラだ。こう見張られていては居心地がいいとは言えないだろう。これは、窓には鉄格子が設置されている。まるで刑務所のようだ。もうこんな時間だ。これでゲームオーバーってことはないよね。さすがに1日じゃ無理だもんね。今日はこれでおしまい。それじゃあ失礼するわ。1日目のカウンセリングが終わった。情報の総合ランク C。 1日で、マジか。さっきのたった1時間で全部の情報を得れってこと。エロってこと。エロじゃなくて私はエロくないです。そういう感じで感そうだとすると結構厳しくないか。無駄な行動はもう一切できないってことですよね。植物図鑑と、これはもう使っちゃっていいんじゃないか。あ、この話をするね、もっと。順番とかもあんのか。なるほど、難しい。なるほど、順番があんのか。あなたお花が好き。なるほど、好感度が高い状態でないと熊のぬいぐるみはできないよ、みたいな感じかな。少し嬉しそうだ。新しい環境は緊張する。そうよね。私も新しい環境や人と関わるのは苦手よ。
特にここにいる大人は仕事人間って感じであまり好きじゃないわ。あなたはそうならないでね。ここでアドバイスを受けた。これは好感度が上がるものではない。あなた仲のいいお友達はあまり多くないで好感度。うん。で、クマさんはもう聞ける。器用だね。で、その後貸してくれると。で、産地が1個下がる。で、ここで植物図鑑使っていい。まあ、ちょっとね、無駄な時間を使っちゃったから、今回で、コンプリートは難しいかもな。で、エリカ。エリカちゃんはエリカが好きと。まあ、これでいいかな。あとはなんだろうな。うん。とりあえず前回の俺に並んだね。クレヨンで、使ってみようか。好きなもの書いていいの？上手。上手。うわ、もう17時55分。どんな人だったの？もうこれで時間過ぎて終わりなのかな？いや、きつ！これはきついな。無駄な時間一個も使えないじゃん。嘘だろ。嘘。三つま、能力もまだ見てないのにな。とりあえず、この子に話しまくる方が先かもしれんな。いろんなもの使うっていうよりは。花は好きと伝える。で、環境は、新しい環境はもちろん緊張します。これはどっちでもいいのかな。仲のいい友達はそんなにいないと。うん、前の先生は どんな人だったの？クマとかもやる必要ないのかな。カルテの記入事項みたいな増えなかったよね。クレヨンとかも含めて好感度は上がったけど。そう、よし、こっからまだまだ聞こう。あなたはこの施設の外から来たのよね。私はもうずっと外には出してもらえてないの。また大きな図書館や植物園に行きたいわ。ああ、お花が好きなんですね。あ、いいんじゃない？いつか一緒に行こう。ありがとう。嘘でも嬉しいわ。エリカは寂しそうに微笑んだ。で、植物図鑑は好きなもののやつで必要だから、これは埋めるために、うん。これは埋めるためにやって、クレヨンとクマは使わない。花それぞれの形状が美しい。ここまではまあ OK なんじゃないかな。この30分で異能を見せてもらわなきゃいけないな。あなたはどうしてここで仕事をすることになったの？こういうのよりもやっぱ仕事っていうよりはこっちですよね。まあ、ちょっとなんか危なくも聞こえますけどね、こっち。本当かしら？疑われている。疑われちゃった。施設には他にも子供たちがいるわ。私はあまり行かないけど、昔はよく広場で遊んでいるみたい。他の子たちも異能を持ってんだろうな。エリカはどうしているのか聞く。なぜみんなと一緒に遊ばないのか聞く。エリカは何してるの？私？自室以外だといつも図書館で本を読んでいるわ。あまり大勢でいるのは苦手なの。静かに読書をするのも悪くないわよ。エリカは穏やかに微笑んだ。あと15分で情報を引き出せるとは思えないぞ。この部屋、正直あまり好きじゃないの。あなたのせいというわけじゃないけれど。なんだか息が詰まるわ。わかる。わかる。あなたもそうなの？普通の感性の大人がいて安心したわ。もう少しなんとかならないのかしら。エリカは部屋を見渡している。おー、見渡しているでこれ見るとか？あー、ダメだ。で、しかも5分経つし。この部屋にも植物があるのね。ちゃんとお水あげているの？自分があげているにしようか。当然よね。あともうちょっと風通しを良くした方がいいと思うわ。それから、エリカはからいろいろとアドバイスを受けた。植物を育てることがすごい詳しいんですね。いや、全然異能見れないじゃん。全然異能見れないじゃん。こんなにも時間経つ。ちゃんとやってるのにさ。何が違うんだろうな。お、
まだぬいぐるみについて聞けんね。もう一度ぬいぐるみについて聞いてみよう。この子は私を理解してくれるお友達なの。心を込めて作ったわ。本当はね、ちゃんとしたお友達が欲しいんだろうね。ちゃんとしたっていうかね、人のね、友達を大切にしてるんだね。少し子供っぽいね。こっちかな。少し子供っぽいかしら。それでも私には大切なお友達で、私の一部みたいなものね。エリカがぬいぐるみを大事そうに撫でた。ほう。お、まだ聞ける。あ、さらに信頼を得る必要がある。なるほど、ぬいぐるみの話は結構じゃあどんどん大事なんだね。クレヨンがもしかしたら偽物かもしれんな。で、これ好きなものを聞くのに必要なので、これは絶対必要な行動だね。はい。で、ぬいぐるみ。昔ね、喧嘩して仲の良かったお友達を傷つけてしまったことがあるの。トラウマってやつじゃないこれ。私もカッとなって、その後のことはあまり覚えていないのだけれど、あの瞬間で唯一覚えている、私を見るあの目が忘れられないの。やっぱ危険なんだな。俺の予想では髪の毛ファサーだと思うのよ。辛い思い出だね。人を傷つけるのは良くない。そりゃ知ってるだろ。辛い思い出だね。その子の家に謝りに行ったのだけれど、その子には会えなくて、親がね、門前払いしたみたいな感じかな。ごめんなさい、昔の話よ。今はこの子が私のお友達だから寂しくないわ。エリカはうつむいてぬいぐるみを撫でている。カルテにトラウマの情報。おー、ようやく3つ目。性格はまだやってないな。これはもう、お、まだ聞ける。もうこの子の話はいいでしょ。あー、ぬいぐるみはもうあれか、3回目までみたいな感じかな。こんな話をする時間なんて無駄よ。あなたもどうせ今までの先生と同じ仕事人間ね。本当の私を見てくれていない。私はずっとずっとずっと一人ぼっち。なんかちょっと状況変わったな。自分と友達になろう。能力のことを教えてほしい。これ聞いたら怒ったりすんのかな。はい。そんなに簡単に言わないで。ちょっと目がおかしい。私の姿を見たら恐ろしがるに決まっているわ。あの時のあの子と同じように。あー、こっちの話を聞いて普通に会話進めるとこの展開になるのかな。今までの先生と同じように。今までの先生も見たら逃げちゃったんだ。いえ、そうね、私あなたとお友達になりたいわ。あなたが私を否定しないように、そして私を恐れないように、あなたの頭も目も体も全て私の一部にしてあげる。え、どういうこと。いや、でもこうやって逃げるのかどうかを多分この子は探ってんのよ。わざと怖いこと言ってるんですよ。結構大人な子だもん。え、これはやばいな。お友達になりましょう。ヨーコクラマみたいになってんな、これ。ちょっとこの、このクマさんの中も全部あれだったのかな。種が入ってんのかな、シードがさ、植物の。やばい、これ魔界の花たちだ。お友達になりましょう。これはあれですね、まあ、フェアリー草タイプみたいな感じかな。お友達になりましょう。エリカがとても恐ろしい姿に変化した。じわじわと自分の体に草花が、蝕んでくる。なんとかしなければ。そっか、これ対処法ってやつか。能力の詳細、体内に宿した草花を自由に操ることができる。頭頂部に伸びた花が、なんて書いてあるんだ、枝のようだかな。性格を先に聞くことができなかったな。順番が大事ですね。てかあと5分しかねえもんな。あなたも私の一部にしてあげる。正気が保てそうにない。意識が、あ、産地か。ここでジュース飲まなきゃいけないのかもな。やっぱりあなたもこれまでの先生と同じだったわね。おやすみなさい。あー、これダメなのか。あー、でもちょっと、うん、ちょっと一歩進めた感じはしますね。この子の能力を分かった感じだ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ無駄な時間を少しでも減らして、とりあえずお花好き好き、この子の性格をねもうちょっと聞かなきゃいけないから、新しい環境は緊張します。うん、これで OK。 はい、小声でアドバイス受けた。
仲のいいお友達はあまり多くないで、でこれで性格の情報言って2個言ったから、植物図鑑を手に入れて2やったら使えるんじゃないか。でこれで好きなものを探る。順番大事よ。花それぞれの形状が美しい。クレヨンはミスリード。はい、これでさっき無理だった性格がいけてると。あとは時間と産地の対処法がね、ジュース飲んだりで対処法さえ分かればいける。ぬいぐるみいきましょう。器用だね。はい、でぬいぐるみ貸したら産地が下がる。でぬいぐるみまだ効きます。友達を大切にしてるんだね。産地がどれぐらい下がるんだろう。あれ見たら一気に2下がるんだったとしたら、あらかじめジュースを飲んでなきゃいけないみたいなことがもしかしたらあるかもしれんな。撫でた。もう一回。うん、でこれでトラウマのことですよね。クリアできるぞこれ。辛い思い出だね。人を傷つけたいわけじゃないんだよこの子も。はい、トラウマの情報を書き込んだ。いいですね。で普通に話しかけてみるのかな。もう一回聞けるか。あ、やばいな。あなた私とお話ししていて楽しい？こんな話を。あー来た。仕事人間ね、本当の味を見てくれない。でもこの子は友達になりたいんだよ。うん、ちょっと無駄な時間を使ってしまったな。うん、私を恐れないように。あなたの頭も目も体も全て足の一部にしてあげる。産地がどんぐらい下がるか、まあ、見ようによっちゃ可愛いけどね。このクマが怖すぎるけど。産地が下がった。ジュース。あ、今はそれどころじゃないになるんだ。あー、ジュースあらかじめ飲むんだ。あなたも私の一部にしてあげる。なるほど、この一旦が大事なんだな。 B やらんかかった。あー、もうこれでも次攻略いけるかな。うん、次で攻略いけますね。さあこの状況になりました。とりあえず産地は1個、回復した状態、好感度もマックスの状態で来ました。順番を変えることによってできましたね。ただ一回ちょっと無駄な行動してしまってですね。はい、これ多分ワン行動するたびに産地が1個下がっていくんだろうな。なんとかしなければ。植物図鑑を使うとかあるかな。能力への対応話してみるか。はい、あ、絡みついた草花を引きちぎる。絡みついた草花を、そんなことしていいのかな。部屋全体が植物。説得、説得しようか。そんなことをしても本当の友達はできないと説得した。なんて書いてあるの。うっとうしい。あなたも私のこと恐ろしいと思ってるわ。煩わしいかな。あの時のあの子も同じ目をしていた。説得、とにかく説得。エリカとの会話を思い出した。能力を持つ子供たち、子供たちとしてではなく、エリカ個人のことを理解したいと伝えた。そう、能力とかじゃないのよ。恐ろしい姿の私を見ても、あなたはそんなことを言うの？でも、あなたは私の話を聞いてくれた。あなたを信じてもいいの？お！友達になろう！うるせえ、来い！行こう！ドン！おお！あと5分で危なかったぞ。体を蝕んでいた草花が、草花が引いていく。引きちぎらなくてよかったわ。あなたは優しい先生ね。今までに来た先生はみんな私の姿を見てすごく恐れていた。でもあなたは私の姿を見ても恐れず私と向き合ってくれた。さっきは本当にごめんなさい。こんな私とお友達になってくれる？いいえ。ひどい先生。これからもよろしく。次回も楽しみにしてるわ。イエーイ！全部の情報を引きましたので、これ A ランク、S ランク！来たー。話を聞く際は、対象者を否定しないこと、自分が友達になると約束をする。あー、
まあ、12歳の子供、この子は単純にね友達が欲しいだけなんですよ。ただ友達を作るのがトラウマになっちゃってるっていうねことなんですよね。わー、うまくいった、うまくいった。いや、これはなんて言うんだろうな、パズルですね、この、うん、どの順番にやるかとかね、順番間違えたらあのジュースがもう飲めなくなったりとかね、あのハートがハートをゲットするタイミングが、ずれてしまったりとか、多分そういうことが起こってしまうので、面白いですね、異能のカルテ。これはいろんなね、登場キャラクターとかね、いろんな子供とかがね増えていけばもっとやってみたいなと思いました。はい、ということでご視聴ありがとうございました。エレナちゃんとね、友達になりました。エレナちゃんで会ってたっけ？エリカちゃんでしたね。やばいですね、これ。やばいですね。絶対に友達の名前間違えちゃいけないのに間違えちゃいましたね。はい、ということで、異能のカルテ。またアップデートとかあったらやってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。